親が寝たから何でもやりたい放題よ。何をしよう、夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間、コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、防犯カメラコンビニエンス、こちら温めマークか、不良のたまり場、入り口でたむろ、怖くて張りくい、入り口でたむろ、声かけられた、そこのお姉ちゃん、なんですか、ノーブラですか。過ぎれば自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから、何を買いに来たわけじゃないけど、買うものを探す。24時間、コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ。私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます。じゃあ肉巻きは、かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら勝手に使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ。そんな時は私からも仕返しするの。おでんください、何にしますか、何にしますか、レジが混んできた、早く決めてくれ。卵ください、卵1つ、卵ください、卵2つ、卵ください、卵3つ、以上でいいわ。卵だけですか、お釣り多めに、かしこまりました。おいくらですか、220円です。1万円から、小銭はねえのかよ、1万円から、小銭はねえのかよ、話しつけてよ、かしこまりました。レシピといらないわ、いちいちうるせえな、トイレ貸してよ、うちにはありません。あなたはどこでするのよ。負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鶏もなく親が起きる前にお家に帰らなきゃやばい。